はい、こんにちは。東アジア崩壊ニュースです。ね、中国、やはり来ました。南シナ海、スプラトリー諸島とも言いますかね。まあ、その南シナ海で、早速ね、軍事化、始めちゃいました。というね、記事を今回ご紹介したいと思います。これは違いますね。失礼しました。こちらですね。まあ、こちらと、大変短い記事なんですが、まあ、これに関連して、ちょっと前に出た記事、こちらもね、今回は2つご紹介していきたいと思います。で、これに関連して、またいくつか違ったね、情報などもお伝えしていきたいと思います。はい、ではまず記事の方、いつものように政治さんから読んでいただきましょう。では、どうぞ。南シナ海問題、スプラトリー諸島で、中国は軍事化を続けている。23日開始の米中対話でテーマに取り上げると米高官。米国務省高官は16日記者団に対し、中国が南シナ海のスプラトリー、中国名南沙諸島で進めている埋め立て工事を近く完了させるとの談話を発表したことについて、埋め立てを停止すれば歓迎するが、中国は軍事化を続けていると述べ、関連施設の建設も中止するよう求めた。また周辺地域で中国の行動を支持する国はなく、中国は孤立しているとの認識を表明。今月23、24両日にワシントンで開かれる米中戦略経済対話で、米政府として埋め立て問題を取り上げると明言した。ケリー国務長官は16日米中戦略経済対話に関し、米中両国が直面するすべての問題について議論すると述べた。中国軍、スプラトリー諸島に戦闘機配備の可能性。広州ヒカキヨタ、香港エイジシサウスチャイナモーニングポストは22日、複数の軍事アナリストの話として、中国軍が南シナ海、スプラトリー、南沙諸島で J-1011 戦闘機を配備する可能性があると報じた。はい、というね、短い記事を2つ今回はご紹介しました。では記事をもう一度出します。まず最初にご紹介した記事はこちらですね。まあ、産経新聞で6月17日、なんで約1週間前に出た記事なんですが、南シナ海問題、スプラトリー諸島で中国は軍事化を続けていると、アメリカがね、非難していたわけですが、まあ中国はね、なんだかんだ言って、まあ交わしてますよね。まあ軍事目的、ね、もあるかもしれないけど、いや違うよ、みたいな感じで。まあこれは実際もう、オバマさんですよね。オバマさんがね、あまりそういう外に出たがらないというかね、アメリカはもう世界の警察ではないと断言して以来、まあもうこういったアメリカのいわゆる弱腰というか、まあ軍事面において弱腰外交と軍事外交というものを、まあ、理解してますからね。中国にしたらもう今のうちに、オバマ大統領が大統領であるうちにどんどんね、やっちまおうと。うん。まあ、ね、できてから後のことを考えたらいいと。そういったね、結構ね、乱暴なというか、まあ、計画としては、ね、そんなに綿密に考えてたっていうわけでなくて、もう、オバマならいけるとね、そういった感じでどんどんやってしまってる部分がね、あるのではないでしょうかと、個人的な思っています。ただ、オバマさんも最近はさすがにちょっとやばいだろうということで、重い腰を上げるというかですね、ようやく危機感を持ち出したようで、ちょっと中国にね、牽制するような姿勢を、見せては来ているところですが。で、一応ですね、今話題に問題になっているこの南シナ海という場所をね、ウィキペディアで確認しておきましょう。こちらがウィキペディアのページですが、南沙諸島、または、スプラトリー諸島ですね。南シナ海南部に浮かぶ数多くの島、岩礁、砂礁からなる、これなんて読むんでしょうね。東高群でしょうかね。ちょっと読み方定かでありませんが、すいません。岩礁、砂礁を含む約18の小島。およそ島と呼べるものは11と。言えるものは11と。まあ、これらの多くは、干渉の一環を形成しているということですね。場所的には、この辺ですね。南シナ海。
そして、スプラトリー諸島、南沙諸島がこの辺ということです。こちらが、マレーシア。そして、ここが、フィリピンですね。はい。そして中国がここと、ベトナムがここと。まさにね、中国、フィリピン、マレーシア、ベトナムのこの辺のことを言ってるわけです。これはもう、揉めるのは当たり前ですけどね。そしてですね、2個目にご紹介した記事は、こちらで早速ね、中国、軍事化、ね、始めました。こちらの方は、中国軍が南シナ海で南沙諸島において、J-11 戦闘機を配備する可能性があると報じたと。香港の、新聞紙ですね。J-11 戦闘機というものは、こちらですね。これですね、斬撃と呼ぶんでしょうかね。ちょっと自信がないんですが、斬撃としておきましょう。J-11 戦闘機斬撃11というものですね。こういった戦闘機で、もともとはロシアの、旧ソ連ロシアの大型制空戦闘機ということです。当時開発が伝えられていたアメリカの F-14、F-15、F-16 などの新型機に対抗するため、またトマホークなどの巡航ミサイルを迎撃するために開発された戦闘機らしいですね。ソ連製ということです。で、こんな感じで言って、で、中国でもライセンス生産をしているようですね。今現在、年間20機程度送り出すことが可能になったと言われていますが、これはいつの記事なのでしょうかね。ちょっと、書いてあるかな？ちょっとわからないのですが、2013年、2年ほど前に更新された記事なので、もしかしたら今またちょっと違った状況になっているかもしれませんね。で、もう一つね、こちらも、この戦闘機について書かれた記事がありました。SU-27。これはソ連の名前でしょうかね。ロシアの。ロシア名が SU-27 という戦闘機で、中国名が斬撃11型ということです。なるほど。これを南沙諸島に配備するということですね。中国ね、早速やってきました。どうするんでしょうかね。アメリカ。ここに記事に書いてあるように、今月の23日、24日、もう、この動画をアップしている今日ですよね。今日と明日にワシントンで、米中戦略経済対話でアメリカ政府として産み立て問題を取り上げるということなので、今回のね、この戦闘機配備についてアメリカがどの程度中国に、文句を言うのか、ここがちょっと注目しどころですね。はい、ではですね、動画をご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。